さん近藤さん2番目やな、すごい。ちょっとお話を聞いてくる顔もやな。Thank you.
英語教師のものが残っていたりとかで一部使いづらいところ若干ありましたけれども、今ご紹介しております CACC ナビであれば全て日本語表記になっておりますので、どなたでも使いやすいものとなっております。さあ本日はですね、皆さんに分かりやすいようにハンドルが一人でに動いている様子ご覧いただいております。こちら一条線のブラッシュを使います。しやすいですし、中を見ていただいたら、あの終了センサーと、あと水分を測るセンサーが中に入ってますので、はい、もう今グレンタンクの中にどれだけもみが入っているっていうのも画面上で確認ができるようになってます。これ。いやいや、なんだ。